こんばんは、タイガーマスクです。おや、今日のタイガーマスク、今日も元気に頑張って張り切って発信しようとしていますねってお思いのあなた、正解でございます。正解です、正解でした。はい、こんばんは、タイガーマスクです。はい、今日はですね、何について発信できるかと言いますと、悩むよりかは考えた方がいいについて発信していきたいかと思います。悩んで悩みすぎることってありますよね。もう本当にね、自分ではね、思ってもいなかったんだけども、車をぶつけてしまったとか、車を違反してしまって警察に捕まってしまったとか、もう本当に自分ではありえないことがあって、本当にね、悩んで悩みすぎることってあるんだけども、悩んでばかりいても解決はしないんです。悩むことよりかも考えた方がいいんです。どうした方がいいかな、こうした方がいいかな、こういう場合こうした方がいいかもしれないなっていうことを考えた方がいいんです。悩んでばかりいたら動けないんです。どうした方がいいのかな、こうした方がいいのかな、ね、考えてこれだって思う道を選んだ方がいいんです。悩んでばかりいたら、今のは絶対まずかったかな、どうしたかな、こうしたかなって悩んでばかりいたら、本当にね、うまくいかないんですよ。ずっとこうやってね、って考えてね、悩んでばかりいてもダメなんですよ。悩んでばかりいないで同じことばっかり気にしていてもダメなんで、こうかな、こうかな、いや、こうだよ、こうだよってね、ちょっとね、自分でね、考えてみる方がいいんですね。いや、違うと思う、こうかな。それによって自分自身が成長していくかと思いますね。悩んでばかりでも、間違ったこと、誤った過去は戻れないんで、やってしまった、こんなことしてしまったっていうことを取り返しのつかないことは戻れないんで、戻らないで、またね、失敗しなかった自分に戻りたいと思っても戻れないんで、やってしまったことはしょうがないところもあるんで、何度も気にしていてもダメなんで、それよりかも絶対にこうした方がいいと思う、いや、こうした方がいいっていう考えた方がいいんですね。いくらでもどうしようかなってぐずぐずしていてもダメなんですよ。これだって考えて自分が適する方向に向かって考えて、こうした方が絶対にいいよな、こうした方が絶対にいいと思うっていう風に考えた方がいいんですよね。例えば上司に叱られたって悩んでしまって、もう本当にへこんでしまって、どうしようって悩んでしまう人と、上司に叱られた、いや、叱られたんだけども考え方を変えて、こうした方が良かったんだ、こうした方が絶対に良かったなっていうことを考える方が絶対にいいですよね。怒られたからといってすぐ悩んでばかり言ったらもうね、進まないんです。だから悩むよりかは考えて、こんな時にこうすれば良かったのにな、こういう時にこうした方が絶対良かったなっていうふうに考えた方が絶対にいいかと思います。だから皆さんも悩んでしまうなって思ったら、ちょっと置いといて、それをちょっと置いといて、考えてみる。あ、こういう時はこうした方がいいかな、こういう時はこうだなっていうふうに考えてみた方がいいかと思います。今日はですね、簡単でありますけども、この辺にしたいと思います。最後まで聞いていただいて、ありがとうございました。タイガーマスクでした。はい。